はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。今の季節、9月ぐらいだと、もうそろそろね、秋のフルーツが出てくると思いますけど、まあ、ぶどうとか梨とか、もうちょっと行くとね、みかんの季節になりますけど、フルーツっていうかさ、そういうの食べたいなーとか思いながらも、全然食べられなかったりとかする。桃もね、今シーズンっていうか今年は1回しか食べてないし、その桃狩りみたいな感じで行ったわけじゃなく、その道の駅とかさ、そういうところで買って食べたっていう感じ。で、ぶどうもね、まあ自分で買ったものじゃなくて、母親が、まあ私が行くっていうのは分かった上で多分買ってきてくれたのか分かんないけど、まあそれを食べましたね、久しぶりに。でもね、本当にスイカ食べてないなと思う今年なんか食べたいなとか思いながらも、結局なんか食べてないなと思うんだけど、でもスーパーに行くとあったりするんだよね、秋冬ぐらいでも。だからまあ夏でもないけど食べちゃおうって思っちゃったりするし、まあ年がら年中あるなっていうイメージだけどねみかんは本当に冬限定っていうイメージがある。実家の方でもね、やっぱ2、3箱、やっぱ JA とかそういうところで箱買いして食べてたなっていう印象が強くて、だけど本当に最近食べてないな、みかんも。本当にスーパーとかたまにその道の駅で買って食べるっていうような感じで、旦那さんもね、自分でそのスーパーとかで行って買うっていう感じではないので、自分買いたいものがあればね、まあ、スーパーに、まあ、行くんだけど、まあ、それ以外は本当にフルーツを買うためにスーパーに行くっていうのはあんまりないのかもしれない。それだったらまあコンビニでね、買って食べるっていうのは多いかもしれないけど、まあね、本当に旬のものを食べたいなとか思うんだけど、なかなかなんだよねって思います。はい、以上です。